今日ね、釣りするっていう予定だったんですが、見てください、ね、完璧折れてますね。真っ二つですわ、うん、ちなみにこれ買ったのいつ買ったのが、2週間前ぐらいかな。2週間前ぐらいか、早いな。折れた原因がね、よっしゃ釣りするぞで、重りつけて、針つけて、よっしゃ餌つけて、伸ばすぞ、バタンボキ折れたっていうね。もうね、何が起こったかわからなかった最初あれおかしいなと、いつも伸びるはずの竿が、うん、伸びない伸びない、どうなってるんだと、うん、泣きそうガチへこみ今日はジョイとあと一人助っ人呼んでるから二人に任せますじゃあ釣り合っていきます。今日の場所はね、中城モール裏。今日も打ち込みです。はい、ビーチからね。ビーチからね。ビーチから投げるってね、本土の人とかは、ね、想像できないと思うんですけど、うん、沖縄では釣れるんですよ。そうだね。餌がね、サンマのニンニク漬けっていうのかな、こちらですね、はい、これ砂浜でも竿が立てれる、サノリさんの竿立てですね。で、俺はもう竿が折れたのでバーベキューの準備早く釣れ早く釣れ、はい、今日のね、ジョイの仕掛け、竿先ライト、竿先ライトね、これあたりを夜でも見るようにできるやつで、ジョイは中通し重り使ってます。道糸に重りを通して、で、サルカン、サルカンですね。で、そしてもうハリス、一番シンプルな打ち込みのやり方です。でもね、これは重りかかったら全持っていかれそうで気をつけた方がいいです。巻くときはもう素早くフルスイング、フルスイングしか取れるかっこいいね。あとはひたすら待つ。待ちきれないんで、さっき買ったサンマ焼いちゃってます。早く焼けんかな、もう今日サンマ食べに来たんだな俺は。そう思えば気が楽だわ。はい、だいぶ焼けてきましたね。新に美味しそう、やばいでしょ。もうこれうまいって言ってるわ。食べます。あ、デージョイスはやばい。レッドさんも最高やっとね、336も、はい、仕事上がりでやる、仕事終わって参加してくれました、うん、モリは竿は竿聞かないでくれ聞こうはい、皆さん、はい、釣りね、諦めました諦めました。竿は投げてるんだけど、まあ2本目です我々餌食ってます餌なくなる、もう諦めてますね。1名脱落者、はい、いびきかいてます。寝てますね、もうね、爆睡、爆睡起きない完全に冬眠モードっていう、もうみたいや、飯食って幸せフラグっていうサンマ食って幸せでね、今回釣れませんでしたけど、次回に期待してください。お疲れさん。お疲れ様です。